パコデルシアは、スペインのギタリスト。フラメンコやジャズの分野で活躍した。パコは、フランシスコの一般的な愛称である。スペインでは、キリスト教の聖人の名前を子供につけることが多く、同盟が多くなり、区別が困難になるため、母方の姓ルチアをつけて、ルシアおばさんのパコとした。スペイン、アンダルシア州カディス県の港町アルヘシラスで生まれる。 父や二人の兄もギターが弾け、パコもギターを習う。また、父の友人である、フラメンコギタリスト、ニーニョリカルドやサビーカスからも影響を受けた。パコは後年、アルバム、セルコ熱風に、ニーニョリカルドに捧げるという曲を収録している。わずか12歳で、兄のペッペでルシアとのデュオで、初レコーディングを経験。1964年から数年間、リカルドモドレを、 または、長兄ラモンであるヘジラスとのデュオで活動。1967年、初のリーダーアルバム、天才を発表。そのテクニックは日本でも知られることになるが、パコは、楽譜の読み書きができず、ホセトレグロサが、楽譜の作成を手伝い、共作者としてもクレジットされている。1967年、カディスケンサン・フェルナンド出身のカンタオールである。 カマロン・デラ・イスラとの初の共演アルバムを発表。1992年のカマロンの島で共演は続き、フラメンコに大きな改革をもたらした。1973年にリリースされたアルバム二筋の川のセールス的成功と収録曲二筋の川がスペインのヒットチャートで第一位となったことにより、スペインのみならず広くパコの名前は知られることとなる。 左から、アルディメオラ、ジョン・マクラフリン、パコ・デルシア1977年、フラメンコの分野で活躍してきたパコに転機が訪れた。元リターン・トゥ・フォーエバーのフュージョンギタリスト、アルディメオラのアルバム、エレガント・ジップシーに参加し、ジャズ、フュージョンのファンからも認知を得る。1979年には、ジョン・マクラフリン、ラリー・コリエルとの3人で、アコースティックギター3本だけのツアーを行う。 その後、ラリーに代わって、アルガカニウシ、フライデーナイトインサンフランシスコ、スーパーギタートリオライブ、パッション、グレースファイア上演といったアルバムを発表。この3人は、スーパーギタートリオという愛称で親しまれ、1996年には、再び活動を共にしている。1990年には、チックコリアが、ゲスト参加した、シルヤブを発表。 フラメンコの枠に留まらぬ活躍を続けた。2014年2月25日、滞在先のメキシコで心臓発作により死去。2015年3月25日に開業したマドリード地下鉄の新駅がパコデ・ルシア駅と名付けられ、パコデルシアの壁画が飾られている。2016年12月21日、生誕69周年を記念して、Google のホームページのロゴが、 パコデルシアバージョンとなった、故郷アルフェシラスにあるパコデルシアの像、ありがとうございます。